はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク主場の見通しとなりますまずは結論から二次間足ボリンジャーバンド一目金剛表トレンドレスの状態ストーキャスティックス買いシグナルが点灯しておりますが形状的にあまり強い形状をしておりませんそういうことで2時間足ベース上値の重い展開と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します <laughs> 2時、はい、間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線20本移動平均線、ほぼ真横、トレンドが出ておりません。その中、ローソカ者といいますと、マイナス2シグマラインとマイナスシグマラインの間を推移しながら、まあ、下落をしておりますので、トレンドがない中、売りバイやすが強い状況という感じです。はい、教えたけ、ストキャスティックス、恨みすぎの判断基準であります、20%ラインで買いシグナルが点灯、ただ、パーセント D、パーセントスローリー、ほぼ真横ということで、買いシグナルの精度としては高くないと考えております。 はい、続きまして2時間足1目均衡表、ローソン足と雲の位置関係からトレンド、列の状態、その中、短期表の赤いラインの転換線、鋭角に下落、売りに勢いがある状態と、さらにローソク足の上にはレジスタンスライン、上値抵抗線としましては、雲の加減、転換線、基準線、3つの抵抗体が並んでおります、チ、はい、ャート形状からなかなか上には行きづらい状況なのかなという感じがしております。 はい、注目がその1個前のロウソク足ですこれも1回上振れやしたんですけど基準線で止められて、まあ、雲の下限の下まで跳ね返されている状態ですので、まあ、この上髭がこんだけついているということです、はい、それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインはい134円の5丸レベル134円の5丸レベルということです続きましてレジスタンスラインです135円の5丸レベルということです はい、本日ニューヨーク市場の予想レンジ134円の5万レベル134 13円の5万レベルから135円の5万レベルということです。ポイント、はい、ドル買い、円買い強いのはということで、はい、ここ最近のドル円かなり、えー、と相場判断が難しい状況なぜならば、まあ、いわゆるドル買い、円買いあのドルと円が同方向に進んでいるということで。 であの例えば株が安くてリスクオフの円買いになったとしてもリスクオフのドル買いにもなりますんで、まああのでドルと円のパワーバランスの問題でじゃあさっきまではドルが強かったんで、まあ、ドル円は上昇でも今はドル,ドルと円で円が強いんで、まあ、ドル円は下落という流れになりまして、まあ、ここ最近ちょっとあの一方通行になりにくい相場展開と。 本日、えーとですねまあ、ニューヨーク市場奴隷につきましてもです、ねまあ、ドル買い、円買いが続いておりましてなかなか方向感が定まらないということで、はい、そういういことで本日のニューヨーク市場奴隷につきましては上値の重い展開と考えております本日は以上となります。